はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は久しぶりの物販セーラーのための引き寄せの法則シリーズです。今回のメインのポイントっていうのは2つあって、まず1つ目、一番大切なのは、丸々すべきっていう考え方を捨てるってことです。で、2つ目は自分が何でもかんでもコントロールしようとすることを捨てるってこと。まあ、要するに、あるがままに任せておく。 いうううこととななんんでですすけけれれれどもそれが結果的ににに理想に近づるるような状況に至れると思うんです具体的な例を挙げて、まず簡単に説明させていただくと、私は他の動画でも話しましたが、去年父が亡くなったんです。でその父が亡くなってから、もちろん家族のバランスって、今までのやり方じゃ通用しなくなりますよね。父がいた場所がぽっかり 穴が開いてしまったようなものですから、例えばばあちゃんの世話をどうするかだとか、母親が家に一人ぼっちでいる時が多くなっただとか、あとは遺産のことだとか、借金のことだとか、実家の、そういったこととも直面して、いろいろ自分が手配しないと日ッもサッもっていう状況に至ったわけなんです。で、その中で私自身が、 もちろんそういったことと対峙していきながら成長していけたんですが、それは結果的な話で、その成長するためにいろいろと自分に手かせ足かせをしてしまったことっていうのがあるんですね。それが一言で言えば、〇〇すべきっていうことを過剰に考えすぎてしまったってことだったんです。 今になって、改めて半数咀嚼してみて、根本的な全ての原因というのはここだったんだなっていうことが分かったので、これは物販にも当てはまることですから、後半の方でその物販の具体例も挙げて話をさせていただきたいんですけれども、まずもうちょっとだけ自分の具体例にお付き合いいただければ。例えば、自分は長兄の長男だから、家のことは自分で守らなきゃいけない。母親にもっともっと今のうちに親孝行すべきだ。 こういった何々すべきだ、何々しなければいけない、何々すべきなんだからそうしなければ自分自身はダメだ、みたいな考え方でガンジガラメになってしまって、それが一時的に自分の仕事にも主張をきたしたっていうことがあったわけなんですね。で、これ非常に不思議なことって言っちゃ不思議なことなんですけれども、私生徒さんから常に問い合わせをいただくんですよ。ありがたいことに。しかしながら自分自身が家族のことにもっと時間を 使うべきだ。こんな仕事中毒してて、その仕事ばっかしてる間にいつの間にか父が倒れてしまって、で、自分が病院に駆けつけた時っていうのは、もう父の意識もないような状況だったと。死に目には会えたものの、もう最後の会話っていうのができない状況にもうなってしまっていたっていうことが、結果的に自分自身はもっとこうす,すべきだったっていう状況に拍車をかけてしまったっていうのは確かなんですね。 その結果、自分自身が普段行っている仕事、それまですごく快調に進んでいった、いろいろな仕事に関しても、心の無意識のところで制約が起きてしまった。これ以上仕事を増やしたらいけないんだとか、おそらくそういう発想になったと思うんですね。結果的に、一時的に、私がどうこう、コントロールできるものではないんだけれども、生徒さんからの問い合わせが減るっていうことが起こったわけなんです。 これは本当に不思議なものなんですけれどもね。で、この話がコントロールって話とも非常に密接に関わりがあるんですけれども、例えば父が亡くなって、それが結果的にこうすべきだっていう考えに至った。で、こうすべきだっていう考えを、に至ったら、不思議なことに生徒さんからの問い合わせが一時的に減った。要するに私が担当する新しい生徒さんっていうのが減っていったわけなんですよね。で、この一連の流れで、 興味深いことに気づきませんかそれは、何々すべきだ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 っていう発想がどんどん私の中で色濃くなっていったにもかかわらず、一つ一つの出来事っていうのは私が道具をコントロールできるものではなかったっていうことなんですよ。例えば、父が倒れるタイミングを私がコントロールしていたわけでもないし、生徒さんから問い合わせが来る来ないっていうのも私がコントロールできるものではないわけですね。当然ながら。 要するに、我々っていうのは、自分たちの人生っていうのを全然コントロールできていないってことなんですよ。にもかかわらず、そういったタイミングで、むしろ、もっともっと自分はこうすべきだ、ああすべきだ、自分の生き方っていうのはこうやるべきだ、こうしなければいけないって、 その自分が全くコントロールできない不良のいろいろなことが起こった、偶発的なことが起こったにもかかわらず、その結論としてより自分のことを、自分の人生のことをコントロールしようという方向に進んでしまうわけですね。で、これはまさにデフレスパイラルみたいなもので、コントロールできないことを、 にもかかわらず、それが起こるとコントロールしようっていう結論に至ってしまって、それを繰り返しているうちに、どんどん自分の人生っていうのが擦り切れていってしまう、自分自身を擦り減らしていってしまうことになって、疲弊しきってしまうと思うんです。 で、疲弊するとさらに面白いことに自分がコントロールできることではないにもかかわらず、一時的に生徒さんからの問い合わせが減るだとか、私コンサルティングも一つの自分のビジネスですから、ビジネスの まあ、あ学費をいただいてその対価としてサービスを提供しているわけなんですが、単純な話、そのビジネスの収益っていうのも、コンサルティングの収益っていうのも一時的に減った時期があったっていうことなんですね。要するに、偶発的なことにもかかわらず、そのタイミングで自分を縛りつけていくと、結果的にどんどん悪い方向に進んでいってしまうっていうことに気づいたんです。 で、この解決策っていうのは本当に簡単な話で、何々すべきだ、何々しなければいけない、こうしなければいけない、自分に対しても、他の人に対しても、そう考えていることっていうのを一つ一つ具体的にピックアップしていって、それを全部抹消していくっていう作業を行うだけで、それが偶発的に起こったことに対して、自分自身が自分を縛ろうと思って、その結果さらに状態が悪化していく、 っていうことの真逆を攻めていく、攻めていくっていうか、真逆を進めていくっていうことしか解決策っていうのはないと思うんですね。逆言えばこれを行うとすごく気分が軽くなると思うんです。他の具体例を出させていただきたいと思います。ここからブッパーの例っていうのをたくさん出していきます。例えばコンサルティングを始めて、初めの1ヶ月の間で買い付けの注文書を作成するようにしましょう。 っていうのを一つの目標にコンサルティングっていうのは進めていきます。最初の1ヶ月目の終わりか2ヶ月目の頭ぐらいに最初のテストマーケティングの注文書を代行会社さんに出してやりましょうっていう一応前提で私はカリキュラム構築しているしスケジュールも考えているし指導もさせていただいているわけなんですね。しかしながら実際 やってみると思ったより大変なことっていうのが必ずあります。商品リサーチにしろ、そこから商品を精査していく話にしろ、アメリカのアマゾンのアカウントだって取るのが日に日に厳しくなっている。取れないことはないんですけど、日に日に厳しくなっているだとか、いろんな諸事情があったり、あとは実際、普段の会社員の仕事があって、で土日でご家族サービスがあって、その合間のこことこことここで物販できると思ったら、 思ったよりも大変だったから、思ったよりも疲れちゃって、思ったよりも進まなくなってしまって、結果的に当初の予定よりも倍とか3倍かかることだってあると思うんですね。まあ、そこも実は考えて6ヶ月間っていうカリキュラムにさせていただいてるんです。もともとカリキュラムって初め3ヶ月間で、残りの3ヶ月っていうのは、なんて言うんでしょうね。 あの、特別枠みたいなものだったんですが、もうそうではなくって、とにかく1ヶ月目の終わりか2ヶ月目の初めで出せるような目標で進んでいきましょうと。しかしながら、やってみたら大変なこともあるから、3ヶ月っていうのは本当に一瞬で過ぎちゃいます。だから6ヶ月にしましょうって、一応もちろんそこまでも考えて、こちらとしては6ヶ月って期間を設けさせていただいてるんですが、とはいえ当初の目標、当初の 自分の計画っていうのが思うように進まなくなったタイミングで、おそらくもう100%近い、もう99%、8%の人っていうのは、自分はもっとこうすべきだとか、こうしちゃいけないこれはしちゃいけないこれはすべきだっていうことで、自分のことががんじがらめになってしまって、結果的にもっと焦ってしまったり、 で、もっと焦ってしまうと、どうしても判断っていうのが鈍くなってしまって、やらなくてもいい余計なことをやってしまったりだとか、本来やるべきだったことが見えなくなってしまったりして、どん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 こんがらがってくるっていう状況に、物販をやってる方って、至る可能性っていうのがあるわけなんですね。 あとは、極端な例かもしれないけれども、結婚されている方であれば、自分は妻としてこうあるべきだ、旦那としてこうあるべきだ、お父さんとしてこうあるべきだ、お母さんとしてこうあるべきだ、っていうのもありますし、冒頭で私がお話しした、あの、親に対してね、親孝行こういうことをやるべきだとか、そういったことも含めて、とにかく何々べきで、我々っていうのが塗りたくられているような状況で、非常に体が重くなっているっていう状況が、 あると思うんです。で、 極端な意見を繰り返、他の極端な意見に感じるかもしれないですけど、私の感覚というか、私が至った結論というのは、本当何々すべきを排除する、かつ自分自身が何でもかんでもコントロールできるわけじゃないんだから、コントロールできないんだから、もう時の流れに身を任せるというかね、もう何もしないってわけじゃないけれども、もがくことは大切だけれども、その何でもかんでも自分も自分以外のことも自分でコントロールできると思ったら、 ダメなんですよ。それは無理だから。ってことなんですが、あとプラスアルファもう一つだけ皆さんに付け加えさせていただくと、皆さんにシェアさせていただくと、私が感じたことをシェアさせていただくと、何々すべきなんてことないんですよ。だから、例えば、私の周りでね、お子さんが何人もいらっしゃった後で離婚されたって方もいらっしゃるんですよ。 で、私はその人と普通に話している理由っていうのは、自分がその子供が3人もいたんなら、もう離,離婚しないで一生、その家族っていうのをキープすべきだ。 っていう発想もし自分が持っていたらその人に対してなんかものすごく見下したような態度をとってしまうと思うんですね。でも私はその人のことを尊敬してるんですよ。それはその人のいろいろな考え方に従ってね、世間一般的な何々すべきどうだっていうのとは別にその人自身が自分で考えた自分はこういう動きを取るべきだと。 いうことを考えて取った結果が離婚っていうものだったから、それはそれで尊重すべき判断、ご判断だったと思うんですよな。で、まあ今極端な例をばっかり言い続けちゃってますけれども、でもその、こういう妻であるべき、こういう子供であるべきだ自分は。で、こういうパパであるべき、ママであるべき。そういうことで縛られずに、一度フラットに自分自身っていうのをもう一回見返してみるっていう必要がある。 わけです。で、見返してみるっていうのは何かっていうと、その自分が何々すべきだって思ってることを、まあ一つ一つ書き出してみるっていうことですね。まあスマホとかでもいいと思うんですけれども、できれば手書きの方が効果があるというか、より改めて自分自身がどんだけ自分自身に勝手に手かせ足かせをしていたのかっていうことがわかるんじゃないかなっていうふうに思うんです。 今回の話まとめさせていただきたいと思います。自分自身が父亡くなった。 ってことを皮切りに自分の生き方っていうのがものすごく変わったのは確かなんです。それまで通り父ちゃんと母ちゃんがいる前提で動いてた動きとは今の自分が違ってるのは確かなんですが、その過程でどん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 自分が窮屈になってしまって、結果的にそれがあの対生徒さんのサポートに関しては抜かりはなかったんですが、自分の物販セラーのことだとか、あとは新しい事業だとか新しい会社を設立する予定だ。 たりだとかそういった自分自身のことに関して大いに計画が狂ったっていうことがあったんですね事実としてでその中でもやっぱりもがきながらでもやっぱり気持ちは窮屈でどんどん神経がすり減っていってしまって何かね何,何度に言って副腹筋疲労みたいなものが起きてしまってね、いくら寝ても寝足りないだとか なんか不眠症になるだとか、接触障害になるだとか、そういうこともぶっちゃけた話になったんですよ。で、何なんだろうこの大きな原因っていうのは。で、その大きな原因を複雑回帰にどうだこうだじゃなくって、一言でまとめると何なんだろうって考えてった結論っていうのが、この何々すべきっていうことと、で、自分の、自分で全部をコントロールしようって考えちゃってたこと。この二つだったわけですね。 ですから皆さんも自分自身が今後生き方改めてね、常に自分の人生とは何かだとか、自分らしい生き方とは何なのかって考えていると、おそらく、じ、対自分のことに関してもおそ、もしかしたら会社の上司だとか同僚だとか友達のことに関しても、何々すべきだ、何々すべきだっていうことで、いろんな、なんだろうな、 いろんな規定を設けてるというか、そういった自分ルールみたいなものっていうのを自分になすりつけたり、相手に押し付けたりとかして、そういったルールが山積してる状況の中で結果的にどんどん状況が悪化してっているっていう状況が、ことが大にしてあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから本当に皆さんは、 まあ私も含めてなんですけども、もっともっと一言で言いや自由なんですが、その自由っていうのは言い換えてみれば、〇〇すべきってことでガンジガラメになる必要はないし、そもそも論として自分自身で全ての人生っていうのをコントロールしようと思っても、それは無理な話なんで、そういった変なね、過分な使命感っていうのは持たない方がいいっていう話です。よくわかりましたでしょうか 自分自身をコントロールしようと思ったところで、例えば自分の父が亡くなった母親が体調崩しただとか、ばあちゃんがどうたらこうたらだとか、自分自身がどうだで、それだけじゃなくって、例えばお付き合いしてる方がいらっしゃる方であれば、 奥さんはこうあるべき、旦那はこうあるべき、彼氏、彼女はこうあるべきっていうことでがんじガラめになってしまったり、あとは自分がこういうことをやったのに何々帰ってこなかったってその変法性の法則を求めようとしたりだとか、あとは自分はこう思ってるのに向こうはどう思ってるかよくわかんないからとても不安だとかね。で、その人、まあ、何か、 片思いなのか両思いなのかは別として好きな人がいるとしたら、この人はこういうふうに行動すべきだとか、<laughs> まあ簡単な話だと、実は私が一つ前に話した、その、あの、自分の K 君っていうね、学習塾の主任講師自体に持った K 君に教えてもらった人は、そ 人は変わるものであって変えるものではないっていう話とも似てるんですけれども、例えば返信は早くすべきだとか、この仕事はもっとちゃんとやるべきだとか、こういう発言をした時にはこういう気遣いをすべきだとか、こういう状況の時は起こるべきではないだとか、何でもかんでもすべき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 だらけで生きているってことがあると思うんです。もちろん、だからといって、 で、その電車の中では携帯電話使っちゃいけませんよっていうルールが日本にはあるんだから使っちゃいけないです。それは公共のルールとして必要ですよね。昔映画館にライオン連れてきて、これは自分の家族なんだからいいって言い張った田舎のおっさんがいましたけど、そういうのはもうお角違いの話です。そういうことではなくて、皆さん自身が生きていく中で、皆さん自身ががんじがらみに自分自身をしてきた色々なルール。 自分の立場を考えてこうだだとか、相手っていうのはこういう状況だから何々すべきだとか、そういったもの一切合切一回排除してフラットな状態で自分自身のこれから何をしていきたいのか、で、これからどういう状況になり、なりたいのかっていうことを考えていく。で、結局これって昔話したビートハブの法則とも似てるんですけど、まず自分がそういったすべきっていうところから自分自身を研ぎ放たった上、 解き放った上で自分自身が理想の状況になっているっていうのはどういうことなんだっていうのをイメージしてみるわけですねその中で何々すべきすべきっていうのは排除しているから非常に身軽な状態で自分自身の理想っていうのを思い描くことができると思うんですで、思い描いて 自分がそういう風になっている時の心持ちっていうのはどうなのかっていうことに、ようやくこの何々すべきすべきすべきっていう考え方と、すべての人生の自分のことをコントロールすべきっていうことから排除した状態で、ようやくビードハブの法則っていうのを初めてね、あの体現していくことができると思うんです。 私高校生の時に美術部の田中さんという方と付き合ってたんですけれども、その時の自分っていうのは、もしこの田中さんと結婚したら自分は大きな家に、こういう家に住んでマンションでもいいんですけど、家に住んで自分は幸せになるだろうなっていう考え方を持っていて、結局振られたんです。 もし自分が田中さんと結婚しなかったら、そういったマンションに住むこともできないし、自分は不幸せだっていうことを裏返しに考えちゃったっていう話なんですけれども、この考え方ではなくって、まず自分が理想的な状況に至った時にの心のありようっていうのはこういうものだっていうのを考えた上で、で、その後行動を具体的に起こしていったら結果が出てくるっていう、このビードハブの考え方ですね。この、 do have be とか have do be とかじゃなくて be do have の考え方をしっかりとイメージングするためには今回私がお話しした何々すべきっていうのをとにかく排除する。排除するためにはまずそれが何なのかっていうのを理解する必要がありますからメモに書く。で、メモに書いたことっていうのをしっかりと自分で一つ一つ消していく。っていう作業。まあ作業ってほど小難しいもんじゃないですけど。 が大切にになななっっててくるんじゃいいいのかううふうに思いましたした自分自身が考えてもいないタイミングで考えてもいないことが普通に起こってるじゃないですか。人との出会いもそうだし、別れもそうだし、例えば大切なご家族が病気になったりだとかね、まあ、事故に遭うだとかなんかトラブルが起きるだとか、そういったことも我々がコントロールした結果起こってきたものではないですよね。 だから、コントロールできていないっていうのを証明しているものなんだから、そういった事実と目の当たりにしたことをきっかけにして、逆にもっと何々すべきだとか、もっとコントロールすべきだって考えちゃうと、ほんとどん,どんどんどん削り節のように体をすり減らす。体も心もすり減らしていってしまうことになりますから、もっと身軽に我々っていうのは自分たちが、 の心の理想的なあり方っていうのと対峙すべきだし、もっともっと自分たちのことを、まあ、自愛する必要があると思うしね、まず自分から愛する必要がありますし、だから、何々すべきっていうがんじがらめのルールを、まずは一つ一つ排除していくってだけでも、すごく心が軽くなるし、自分の本来のテンポ感というかね、が出てくると思いますから、ぜひぜひこの考え方ご参考になればなっていうふうに思います。 長々と話してしまいましたが、最後までご清聴ご視聴くださりありがとうございます。今回は私自身が、父が亡くなったって一つのきっかけから、どん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 、正直言えばうまくいかなくなったっていう時期があったんですよ。じゃあその根本原因は何かっていうと、自分はこうすべきだ。子供としてこうすべきだ。長兄の長男としてこうすべきだ。そういったことっていうので、より絞、自分のことを縛っていって、 で変な方向に進んでったりだとか、進みたい方向に進めなかったりだとか、もどかしい思いっていうのをして、結果的にどんどん憔悴しきった、疲弊しきってしまったっていうことがあったので、皆さんも同じようなね、私の二の前にならないように、もしくはもういろいろ疲れてると思うんですよ、現代社会、もう、 相うつが国民病なんじゃないかって思うぐらいにおそらくストレスだったりだとか、その副腎疲労だったりだとか、そういったことで皆さんすごくね、まあ、病んでるのが普通ぐらいな状況になっちゃってる面もあるのかもしれないですけれども、その原因っていうのは何かっていうと、すべきって言葉 あとは、コントロールしたい。コントロールしようとしている。どうにかコントロール。自分の人生を全部自分でコントロールしようとしている。で、その自分の人生っていうのは自分に関わっている人たちのことも含めてですから、もっと同僚はこうあるべきだ。上司はこうあるべきだ。奥さんはこうあるべきだ。旦那さんはこうあるべきだっていうのも含めて、このべき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 で、自分の体がべっきべきになっちゃって、バッキバキになっちゃって、結果的に本当にもう、 ただただ自分がそうしなければいいだけのことで自分の人生を結果的にすり減らして悪い方向悪い方向へと進んでいってしまっているのが非常にもったいないことなんじゃないかなって思います。もっと我々っていうのは極端な言い方すれば羽が生えたようにもっとライトフェザーのようにね軽い羽のように羽毛のようにもっともっと上昇していいような時にどん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 落ちていってしまう。 ってことがありうりますから自分自身も自制自戒込めましてこういった話っていうのをシェアさせていただきました少しでもご参考になれば幸いです